じゃあ99年組の座談会を始めさせていただきます。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。いやもうこのメンバーはもうファンサポーターの方々からは大人気ですけれども、ちなみにこの中でなんか一番しっかりしているなんかリーダー的な存在は誰なんですか。じゃあせーので手挙げます。ああせーのね、せーので、せーので手挙げる。自分リーダーと思う人が、リーダーと思う人が手挙げる。あ、自分で手挙げる。あ、リーダーと思う人が、あ、いや、指さすんで。あ、指さす。自分だったら手挙げるでしょ。自分だったら自分、あ、手挙げる。そうだ、手挙げる自分だね。自分が手挙げて、それ以外だったら指さす。誰がリーダーか。誰がリーダーか、こんなの。あげそうだよ、それ。いい？決まった？せーの、ドン。おー、荒木選手。俺、めちゃくちゃ恥ずかしい。これさ、みんなで今あげるって感じじゃないの。そうやね。じゃあ、でも、俺も、でも、大悟があげると思ったから、俺は。うん。だから、それをしさせようとした。何言ってんの。でも、俺は、いや、じゃあ、俺は全員。全員あげる。俺、瞬間、しかも、瞬間もちょっと振りかましたし、一回。これ、合ってなかったね、ここが。ね。全員やったら、もう、完璧やった。意味わかんなかった。何言ってんの、俺。ということ、俺が、そうそう、あげると思ったから。そう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 。でも刺したのは刺しめたやろ。どういうこと？恥ずかしいな。めっちゃ恥ずかしいな。まあじゃあ俊太です。え、俺実際でもどうなんですか。こんな実際はまあリーダーしっかりしてる。しっかりしてる。いないんじゃないですかね。おらんやな。誰もしっかりはしてないか。じゃあなんか逆にこの中で一番抜けてるの。あ、一人しかいない。一人しかいない。せーの。お前、ちょっとお前やろ、絶対。どうする？絶対言わへん。全然心当たりはないっすね。全然。いや、なんか説明はできないですけど、抜けてますね、ちょっと。抜け、うん。世界観が違う。なんかみんなとなんかちょっと違った感覚を持ってるというか。なんかいい意味でね。いい意味で。いい意味じゃないだろ。絶対。いい意味で。岡山選手、その辺どうですか、自覚は。いや、まあ、まあ、多少心当たりとかあるんか。あるんか、あるんですけど。でも、なんかもうこのメンバーだと、なんかこっちから見てる印象を一番しっかりしてるのがやっぱ荒木選手。いや、うん、マジっすか、こん中だったんだね。こん中だったんですか、マジっすか、うん。まあ納得はいかないけど、うん、確かにな。ちゃんと刺したもんみたいな。だから俺をチャレ、あのチャレチャレチャレ、あのあれやん、リーダーとしっかりしてるは違う。ちょっと違う。そう、俺が思ったリーダーは俊太。うん。え、俊太か。リーダーしっかりしてるのは多分大悟かも。うん、ほら。一番しっかりしてるのはなんだかんで言って大悟かも。うん。いや。うん、それはそう。え、行くとこ行くからな。行くとこやるから、やるとこやるから。大悟、ほら、ほら、ね、じゃあ意外と、なんかこれはない意外と。それだけはちゃうよ。意外と、いやでも、意外とね。すごい嬉しそう。満面の笑み。すごい満面の笑み。意外としっかりしてないの。あ、まあでもそれはよく言われるかな。やろう。え、ガチで、うん、リーダーではない、意外と。うん、マジで。やるとこやるやん。やるとこ行く。行くってなる。行くとこ行く。行くとこ行くってなる。行くとこ行く。出ると出る。なんか、この中で一番いいお父さんになりそうなのは誰ですか。なんかこう、お父さん、子供ができたらもうすごい子本能というか、いいお父さんになりそうな。せーの。決まった。うん、うん。いきます。せーの。じゃあ。そこはやらかした。それはそうなんよ。全然。指さす言うたけんさ。それはなんか、いや、もう一回やんねー。もう一回。大好き。それでしか。すごいな、ここ。二人。何か。じゃあ、実際のところはどうですか、実際のところ。いやでもそんなに。なんか、パパ、うわ、想像つかんな。そう、俺も全然想像つかへんから。
想像つかんな。大悟が一番想像つかんな。え、でも優しいよ。優しいな、うん、でもなんかみんないいお父さんになりそうですけどね。なんかこっちから見てると高橋選手が一番ほら、うん、お父さんになりそう。まあでも優しいパパ、遊んであげそう、いっぱい、うん、確かに無事だから言うとこは言う、バシッとね、言うとこは言って、そう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 、無邪気に。一緒に楽しめるんだな。一緒に楽しんでくれそうな感じはやっぱり。だからまあ俺っすかね。だから、うん、一番いいパパなのは、うん。で逆に付き合うんだったら誰がいいですか。この中で相手。あ、相手？付き合う。彼氏にするならってこと。そう、彼氏まあ彼女にするなら。だから自分なしです、自分なし。わあ。で、ちょっとその後、そのままその理由をちょっとそっちで いけよ。いける、いける、これちょっとマジで、ね、マジでいいでしょ、マジで。いいよ、指出せるの、指出せる、マジで、マジですか、マジで、はい、せーの、お、どこや、傭兵やな、大悟。おー、沼田選手。ちょっと待って、誰です、誰です、俺、今日もない傭兵もない。あ、じゃあ傭兵もない。はい、よかった。帰んだ、帰んだ。ごちそうさまです。どうですか、これ。理由をじゃあ。高谷二票。高谷二票。二票いただきました。話しやすい。話しやすい。その、なんていうかな。弱すぎる。え、待って、話しにくい。いや、そういうことじゃない。弱すぎるで、それは。そうか、そうか。まあ関西人っていうのもあるかもしれないですけど、ノリがいいというか。終わりね。弱いな、弱いな。ちょっと女の子からしたらそれじゃあかんからな。関西人でノリいいだけじゃん。だけじゃん。そう、あかん、優しい、優しい、優しい、あかん、あかん、もうかっこいい、かっこいい、ありきたり、ありきたりすぎる。いい匂い、いい匂い、あかん。そんな俺匂いとか使ってないし。イメージないし、スタイルいいし、香水とかつけてないって。こういうとこっす。OK でしょ。ちょうだいちょうだいちょうだい、お前今のところマジで使うとこないから。ちょうだい、喜ぶやつ、喜ぶやつ、真剣、もう真剣でいい、普通にもうガチガチでちょうだい。ガチで。いや、いつも陽気っす。なんかいつも楽しそうだ、楽しいみたいな感じだから、まあ一緒におったら楽しいやろうなって。もういい。うわー、それありがたいな。使えるな、これ使えるわ。どうですか、沼田選手2票入りましたけど。どうですかね。いや、まあでも、お、同じその同性からそうやって真面目思ってもらえるのはやっぱその 何よりも嬉しいですね。マジで。確かにいいな。男から見てそう思ってもらえてるっていうのが一番嬉しいですね。逆に沼田選手誰出したんでしたっけ。僕は俊太。お、理由は、理由、まず気配りできるし、気持ちいい。これ気持ちいいな。俺、ないか。その、周りの雰囲気を穏やかにできる。できるか。気持ちいい。誰にでも同じなんで、テンションとかが。それなんかいいなと思います。最後。いや、弱い。まだ欲しがりすぎやろ。欲しがりすぎや。嬉しいですね。で、両思いってことですか。確かに、こう両思いです。握手しとこう。握手さんに。高橋選手は傭兵。嬉しい。まあ商業その人ではないな。でも誘い断られんで。誘い断られるかな。消去法はなんか悲しいわ。彼女よりいいってなるかもしれない。そうやで、そうやで、ほんまに。
女の子からすると、もしかして変えるなら変えるなら今やけど、まあ、この二人がないんで、まあ、なんで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 、まあ傭兵でいいかなっていう、まあ悲しいな悲しいごめん、まあとはまあ優しいんで嬉しい、まとまその本当にでも優しいじゃん、うん、怒ってるとこ見たこと嬉しい、嬉しい、だからもう何しても怒んなそうだなっていうでもそれだ、それ大事やから、うん、絶対にちょっとしたこととかで怒るしかないと、そうでもめっちゃ優しいから、マジで優しいから、確かに確かに、それは間違いない、すごい。ちなみにそういう意味でいくと、高橋選手のアピールポイントは、もし自分は俺ゼロ票やから、そうほんでちょっとアピールポイント、嫌い俺のこと優しい、僕の優しさってちょっと角度が違う優しさというか、誰にでも気さく、うん、優しい、アピールやから、ありがとうございます、アピールやから結構こんな感じですけど、やるとかはマジでバシッてやる、そこはギャップで惚れるかもしれないですね、優しいし、いつもどう見えてるの、いつもどう見えてるの、やっぱ陽気、陽気でいつもまあふざけてないで楽しそうというか、ちょっとまた違った高谷と違った、うん、感じのふざけ方、俺だとか、あ、気配りもできるね、ありがとう、それは間違いない、気配りできる、意外とで周りに、ね、もう先輩後輩だな、うん、一番つながってるのが大悟だと思うな、泣きそうになってきました、でもでも誰、でも俊太、誰、でも高谷、でも高谷、なんで先輩にめちゃくちゃ好かれてた、そうそう、ほんまに先輩、うん、いやほんまそのかわいい、ああ年齢が、そう、誰にでもいけるし、愛されるやん、愛されキャラ、愛されキャラやん、こうやって言って裏で文句言った場合一番怖いっすよこいつら愛されキャラやからめっちゃ可愛いなんせ、いやでもそれは間違いないな、でもみんな多分ここの年代はそう、確かに、うん、確かに悪いやついないし、うん、みんないい人やね、うん、みんないい人、でもなんかあの、ちなみにこのオフ、なんかこう、このメンバーで出かけたとか、なんかそういうのってあったりします？高谷とディズニー行きました、おー、なんかあんま言いたくなさそうでしたけど、二人きりみたいになるもんな、そう、まあ、高谷君、先輩とかも入れて、と先輩とかも、先輩とかとこれはあれですか、誰がなんかこう行こうって言ったんですか、そのディズニー、いや、なんでやったっけ、タクヤ君じゃない、タクヤ君か、まあでもなんかディズニーの話題が出てきた時にみんな行こっかみたいな話になったの、それで結構おもがったよな、うん、男だけで、うん、チロスになってな、盛り上がりました、久しぶりに、ちなみになんかこうプランは誰が立てたんですか、なんかこう回ろうよとか、まあそういうところは高谷がやってくれたっすね、しっかりしてる、うん、何回か多分行ったことがあって、どこにここがあるとかいうのはちょっと把握してたんで、高谷がこういこうよ、こういこうよって、あのちょっと連れてくれましたね、ほんまに知らないっすほんまに言って、全然行ってないんで、俺一回しか行ったことなかったんで、ほんとに結構行ってなかった、全然知らなかったっす、何でも嘘ついたいや、そんな感じやったよ、なんか来て、他は何か来そう、2人はでも、僕、まああれやな、みんな帰省したから、うん、結局どうよ、何したの、俺北海道を旅行しました、そうだったんだ、あ、そうそう、あと石垣島も行ったわ、えめっちゃ行くやん、行きました、何したん北海道、その話知らなかったんだけど、北海道は何したかな、あ、カニ食って何したかな、カニ食って
今のところカニ食っただけ。待ってよ、カニ北海道行って、北海道行ってカニお土産で買ってカニじゃん、カニしか好き、カニしかね。でもめっちゃ楽しかったです。あ、温泉とか旅館とか行って旅館とか行って、そうそうそう、旅館行って北海道の旅館よくないか。まあまあまあ、旅館でカニ食った。旅館でカニ食った、旅館でカニも食ったし、うん、はい、お土産旅館にカニ持ってったけど、お土産旅館に持ってた。そうそう、実家に送って、そうそうそう、まあそんな感じか。もともとこの4人は知り合いだったんですか。いや、僕はここは多分結構長いです。え、喋ったこともあったってこと。喋ったことある。覚えてるか分かんないけど。え、多分覚えてないです。仲良し、すごい。試合中とか喋ったことあるんですか。試合中ある、対戦したの。あ、すごい。ここは関西の大学一緒だったんで、高谷ずっと出てたんで、俺は知ってましたね。沼田高谷って関西大学有名だった。有名だった。バチ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 、えってあれ、嘘が言ってバリアンスが言って試合しました。そうだ、インカレが大学で、ここだけっすね、知らなかったな自分。え、感じ悪すぎるやろそれは高谷だけじゃなくて感じ悪すぎるやろ。じゃあ逆にもう高橋選手は、じゃあ荒木選手は知ってたけど2人は知らなかった。悲しいね。もうないっす、学悲しいよ、悲しいね。でも名前は来てましたね。嘘つけ、嘘つけやお前、来てはいました。来るわけないやろ。来てはいました、ね、名前が徐々に徐々に来てました。言ってた、来てました。すごいやついるって、関西に嬉しいわ絶対届かない。関西のツートップっていうのは、え、嬉しい、まあ、来てました。来てました、はい。じゃあ結構あの普段なんか逆に食事とかは行ったりするんですか、ここのメンバー。なんかそういうオフはあれですけど、なんかこう練習の後とか。ジンギスカン行ったの、うん、ジンギスカン行きました。シュッと、大輝とね、まあ、行ったね。それは誰発信だったんですか。俺、傭兵ですかね。じゃあ結構そういう意味で言うと、あれですか、なんか奥山選手はじゃあ結構やることって多いんですか、そういうの。いや、絶対違うっすよね、多分。それは行かないんで、傭兵は傭兵を説得するのに時間がかかる。確かに同期会をやる、そうやろうって話してけど、傭兵を説得するのにみんな時間、うん、傭兵次第みたいなそうとこあるね、ちょっと。まだ今年いっぱいしたいね、うん。なんか大輝がいた時も第5発信でみんなで同期会やろうよって言ってくれて、やったね。まあ、そういうとこもやっぱ第5がやっぱりやろうよっていう動き出してからじゃないとやっぱみんな集まらないし、仲悪いわけじゃない。そうそうそう、説得に時間かかるってマジで一番。奥川選手はじゃああれなんですか、なんかこうなんだろう、インドア、なんかそういう外へ出るのが億劫とかなんですか。ああ、でもインドアかもしれないですね。確かにインドア。なんか言いたいことありそうですよ。ええ。いるわ。間違いないです。それはインドアっすね。とにかく一人でいたいんだよな。いや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 、みんなといたい。誰がとかじゃなくて、同い年みんな誰が出ても。本気で応援できたし、まあ、成長というか成長しないといけないのは、あの天皇杯で J1 とやった時に、そのやっぱ J1 と J2 の差っていうのをあそこで感じたんで、やっぱベテランの選手の存在は間違いなくやっぱ大きかったなと思いますし、